2024年5月の5日9時40分です。昨日の夜いろいろあって、まあ赤ちゃんが脱走しちゃったりとかね、いろいろ心配したんですけれど、まあその後ちゃんと、まあデカちゃん戻す時とかもね、後で動画を確認して映ってないことに気づいたんですけど、私がデカちゃん持って、こう、ケージの中に入れた時にネネさんが来て、匂い嗅いだりとかしてチェックしてたんですけど、特にその攻撃的な、入れんじゃねえよみたいなね。そういう攻撃的な感じになることはなかったんで、まあ、それなら大丈夫でしょうってことで戻したんですよ。巣箱の中に。巣箱の中というか、まあ、ケージの中に入れて自力で戻っていただいた感じですね。なので、一番最初、デカちゃんに攻撃的だったように見えたけど、あれもしかしたら攻撃をしたんじゃなくって、自分の赤ちゃん見つけて、ほら早く家帰れっつって、追いやってたのかもしんないね。まあ実際にあの状況下で追いやられても、デカちゃんは戻れなかったわけなんだけど、だってスロープがあるからさ、これ。まだ多分スロープをぴょこんと飛び越えてっていうのは、まだ無理だろうから、あのヨボヨボの暗夜じゃね。なんですけど、多分、ウサギって、赤ちゃんが巣箱から出ちゃったら、こう、脅しつけてじゃないけど、ああいう感じで勢いよく、わーって言って、戻れ戻れってしてるのかもしんないね。なんかそんなことどこにも、ね、情報として私は入れてないから、本当かどうかはわかんないけど、でも見た感じそんな感じがしたかなっていう個人的な感想です。で、まあそんな感じで心配してたんですけど、実は朝の7時前に授乳が確認できました。授乳が確認できたんですよ。一応撮ったけど、ちょっと正面からじゃわかりにくいかなっていう感じ。一応動画も撮って、撮ったけど。というわけで、おそらくこれ、飼い主いるいない関係ないんじゃないかなっていう気がしてきましたね。授乳のタイミングね。一応、ひっそり撮ったは撮ったけど、なんか思ったより朝だったね。あげてたのが。7時前だから。下手したらその時間飼い主起きてるからさ。もし起きてなくて、起きているならあげないだったらあれだね。その時間は。ね、まあ、おそらくなんだけど、一番最初にデカちゃん見つけた時に、すずさんがすごい変な挙動してたんよ。なんか変な挙動してるなとは思ったんだけど、この黒にさ、同化してしまって、はっきり視認できてなかったのね。で、なんか白いのがうようよってした感じがして、おやと思って見たらデカちゃん出てるみたいな。で、すずさんが完全にもう未知の生物にへっぴり腰状態だったんよ。で、多分接触する前に追い払えたと言ったらあれだけど、ひどいけど、あのガードができたので、多分すずさんの匂いはつかなかったんだろうなっていうことと、あと普段からなんだけど、すずさんとねねさんだったらすずさんの方が強いのよ。え、違う、逆、ねねさんか。ねねさんの方が強いのね。まあ、体格がうちん中で一番大きいので、致し方ないといえば致し方ないというか、なんだけど、すずさんから喧嘩ふっかける割にはすずさんの方がへっぴり腰だし、なんというか、弱いからこそ、生きてる感というか、そういうのがすずさんにはございまして。まあ、うさぎっていうのがもしかしたらそういう生き物なのかもしれないですけどね。先手必勝というか、やられる前にやれというか。だからこそ危機感が大きければ大きいほど攻撃的になるというか。もしかしたらうさぎってそういうところがあるのかなっていう感じはする。まつりさんもそうだったから。で、自分より格下ってもうねねさんが判断しちゃってるから、前に
ねねさんスペースに入り込まれた時も育児放棄しなかったしみたいなところはもしかしたらあるのかも。ねねさん、すずさんじゃなくてねねさんをママに選んだのが体格が大きいからなんですよ。すずさんと比べて体格が大きいのと、すずさんマフ本当にゼロなんですけど、ねねさんはあるから若干だけどね。そのあたりの体格のことでねねさんにママを今回お願いしたんですけど、この結果を見るとそれで正解だったのかもなっていう気もしますね。ねねさんの方が運動神経が悪くてどんくさいから、あんまり高いところには登らんし、狭いところもそんなにすずさんほどスイスイ入っていけるわけじゃないから、まあ体格もあるしね、でかいから。だからすずさんをママにしておけば、こうこのスペースにね、ここから入り込まれることはなかったのかなっていう気はするけど、昨日みたいに赤ちゃんが外に出てきちゃうってなってくると、ねねさんが接触してしまってた可能性もあったわけだから、まあそういう意味でもねねさんにママお任せして正解だったかなっていう感じですね。まあ、あとあんまり考えなかったけど、よくよく考えたらすずさんにママやってもらっちゃうとお子たちが純血じゃなくなってたね。まあそれはどっちでもいいって言ったらあれだけど純血じゃないならそれならそれでっていう感じだけどっていう感じではあるけど、まあ純血と純血じゃない子は結構お顔が違ったりとかするので、純血ベビーの成長を拝めるのであれば、それはそれで、それはそれで貴重な機会かなっていう気はする。個人的に、個人的に。これから先、手元に2匹純血が揃うかどうかもわかんなければ、まあ、そもそも繁殖する可能性自体がこれから低いかなとは思うけどね。はい。というわけで、なんか思ってたより、育児放棄、杞憂だったねっていう感じ。まあそうは言っても生後3週目で育児放棄されましたみたいな話も結構見るから、あんまり気を抜いてるとちょっと危ないんだけど、というわけでお水はこんな感じですね。この辺はいつも通りかな。ガツッとやっぱり減るね。でアルファルファはもうまあ9割食べ終わってる感じで、チモシーもなんかお乳あげてる時とかにチラッと食べてるのを見たので、まあ量的には減ってないけどいいんじゃね別にっていう感じですね。こんだけアルファルファ食べてて、ペレットもこんだけがっつり食べてるならね、いいんじゃない別にっていう感じ。あ、やべ、またノートというかあれ書き忘れた。多分昨日の夜の分多分書いてない私。っていうかメモどこやった。うん、思い出した、ここだ。でも前回分の記録をしてないんなら意味ないんだよな。うわ、本や、うん、やってない。どうだったっけな、増えてたっけ。うん、じゃあ覚えてないし記録してないんなら体重今そんなに重要なところじゃないというか、今ごちゃごちゃ体重のこと考えてもあれなんで、ちょっと前回分をきっちり確認して、よいしょ、概要欄で評価しよう、評価しようというか、まあ記録の残そうか。まあもらってたからね朝。なんかもしかしてねねちゃんの目の前で赤子たち抱っことかしたりしててもそんなに影響ないのではっていう気がね、昨日のあれそれでしてきたんだけど、今軍手してるじゃん。
で、その前はビビりにビビってスプーンですくってたじゃん。でも、人間の匂いがつくイコール、絶対に育児放棄じゃないんですよ。私はビビりなんで、慎重派なんで、こんな感じですけど。ママウサギが、そんなに人間の匂いというか、まあ、飼い主の匂い気にしない子であれば、別に素手で触っちゃっても大丈夫なんですよ。素手で触っても、別に育児放棄したりとかはしないんですけど、確実じゃないからさ、そんな、ウサギが喋れればね、意思疎通ができればいいんだけど、触って育児放棄しない確証が得られないから、可能性としてね、大丈夫な可能性はあるんだけど、確証は得られないから、ちょっとそんな危ない橋をわざわざ渡る必要はないんで、触ってみたいけどね、確かに。触って感想を残しておきたいのは山々なんだけど、それって命より優先することじゃないから。あれ？気のせいか。なんかグレイちゃんがやたら鼻ぺちゃに見えたんだけど、この子。気のせいか。おはよう。もらったばっかだもんね。ちょっと動きがおとなしいわ、やっぱり。君100、106とかだっけ？ 100 何本とかだったよね。おお、増えてんねー。62？ 113 か？ 113 ですね。まあ、お乳もらってんの見たからな。まあ、うまく飲めてない子が混じってる可能性もなくはないけど。じゃあ君落ち着かないから行く？でけえでけえ。グレーっぽいかもしかして目。結構ね、グレーか。ブラウンかでだいぶ印象変わるんだよね。おお、増えてる。126？ ああ。6か7。7だね。うん、7っぽくない？ 7 ということにしとこう。はい。い、次行きまーす。ちっちゃい。落ちる落ちる。落ちるんだってば。わからんなあ、色。こんなわからんもんか。7
75かな。ちびちゃんどんなもんだったっけね、昨夜忘れちゃったよ。なんかやたら毛が乱れてない君。よいしょよいしょ、落ちる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 。グレーっぽいかこれ。わかる、黒い目の周りがちょっとグレーっぽいような気すんな。気のせいかな。よいしょ。もうちょっと大きくなったらわかるかね。83。ブラウンかグレーって実際見たことある人はわかると思うけど、印象が本当違うんだよね。パッと見は確かに両方黒っぽくは見えるんだけど。かわいい。ん？ブラウンか？ブラウンかな。ほい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 。お、3桁いった。100ピッタ。100ピッタだ。戻すときもちょっと目光当ててちょっと見ながら戻す。フラッシュたくと眩しいような、やんない方がいいよねフラッシュはね。じゃあ行きます。よいしょ。グレーかな。あのいわゆるその目のど真ん中の丸い部分がみんな黒なんだけど、その周囲がブラウンかグレーかっていう話を今してる。グレーっぽいかな。よいしょ。ブラウンっぽい？ちょっとちょっと、まだちょっと分かりにくいね。ほんと大人になると結構ね、明るめに、部屋明るめにしたらすごい分かるんだけど、分からんな。肉眼でもそんなに感想は変わらない。立派にかじってる。わかんない。
目の色ってどれぐらいになったらわかるかね。まあ、もちろんブルー、ルビーと黒系、厳密にはブラウンとグレーは判別が多分つくと思うけど、ブラウンかグレーはちょっとわかりづらいね。よいしょ。じゃあチモシーそんな食べてない、減ってないからそのまま戻しますね。よいしょ。うち今大人組が全員目の色違うんですよっていう話はどっかでした気がするけど、ねねさんはねブルーなんで、ブルー出てないっていうのはもう分かりきってるというか、まあ出ないだろうなと思ってたしね、ワンチャンぐらいな感じで。今ちょっとブルーも見にくいか。でこっちがブラウンなんですよね。映んないかな。ちょっと向き変えたら、カバーしちゃってるからね。ちょっとこんな感じで、ちょっとすずさんお目見せて。君ブラウンなんだよね。ああこれしたままじゃだ、まずいまずいまずい、また使うから。ねねさんの匂いをば、ねねさんの匂いをば。よいしょ。あやべ、扉開けたまんま来た。飛び降りちゃうかな。ちょっと待って。こっち閉めるのが来た。うわ、危ない。かぶか。してる。あら、全身グレーちゃんもお散歩すんの。結構みんなお散歩に出てるんだね。もうちょっと後でもう一回見に来ようかな。で目の色の話だったね。ほら、あ映ったね。ちょっと今一瞬一瞬だったけど、うわっめっちゃ毛抜いてんじゃん。収まったかなって思ったんだけどね。やばいね、ここまで来ると。こんなに毛がっていうのは初めて。あとでちょっとしっかり撤去、掃除しなきゃいけないんだけど。わかるかな？これがブラウン。真ん中は黒目なんだけど、その周囲が茶色いんだよね。そう、これがブラウン。確かに暗いところにいるとあんまりわからないけど、結構明るいところで見ると、あブラウンだなってなる。真ん中は黒いんだけどね。これがブラウン。こっちがグレーなんだけど、映るかな。ちょっと待って、平安歩の時間ではないんだけど、見づらいか。君のお目目を見たいんだよな。よいしょ。あ、見えたか。嫌なんだよね。そうだよね、知ってる。もうちょっと光、よいしょ。これがみんなのパパなんですけど、よいしょ。あ、ここが見やすいか。グレーなんですよ。これがグレー。ごめんね。ごめんごめん。で、彼は結構抱っことか嫌なことしても怒らない。あんまり。
されてる、ここされてる時はやっぱり嫌だ嫌だってするんだけど、この通りでございます。一番警戒心が死んでて、好奇心旺盛で、ほんでもってちょろくて学習能力がないのでひどい言いざまだけど、ひどい言いようなんだけど、まあでも飼育する上では多分飼育しやすい性格の子なので、ママよりパパに似てくれた方が多分ね、飼育はしやすいんだよね。一応性格とかも見た目だけじゃなくて、受け継がれることがママあるっていうから、はい、ありがとうございました。できればこちらに似ていただくとやりやすくて助かるんだけどね、人間は。あら、あら、デカちゃんが戻ってる。結構みんなお散歩してんだね。なんか巣箱から出てくるのは3週間とかって言うんだけど、もう結構皆さんうろうろしてるじゃないですか。かわいいね、お散歩ね。やめな。まあ、あんまりこうやってカジカジするからって構うと、カジカジすれば構ってもらうって覚えちゃう子とかもいるから、あんま良くないんだよね。はい。というわけで、こんな感じでございました。